バンセンヌの森はパリ中心部から東に4キロメートルほどの場所に広がる森林公園である。行政区画ではパリ12区になり、同森北側にバンセンヌサンマ万ンでの町が広がる。森の広さは995ヘクタールであり、ブローニュの森より大きく、ロンドンのリッチモンド公園と同規模である。この森はもともとブルボン王家の狩猟場だったが、フランス革命の後は、 軍の演習場になっていた。その後1860年にナポレオン三世によって市民のための公園になった。そして1929年にパリ市の12区に編入された。森の北方にはバンセンヌ城がある。14世紀の王は好んでこの城に訪れた。森の南西には19世紀、ルイ・フィリップの時代に建てられた砦がある。東には バンセンヌ競馬場とバンセンヌ自転車競技場がある。西には広さ14.5ヘクタールのパリ動物園があり、アジアゾウを飼育している他ムフロンの住む高さ65メートルの人工岩山もある。また、バンセンヌ城の向かいには35ヘクタールのパリバナ公園がある。さらに4つの湖があり、これらはマルヌ川とつながっている。1907年。 道森で開催された植民地博覧会内市展示会に出品された竹林からキオスク仏教寺院までが道森内のパリ熱帯農園に置かれている。加えて1931年パリ国際植民地博覧会の時に建造されたポルトドレミアがあり万千炉の森に併設している。建物内には旧植民地美術館の国立移民史博物館、 パレドラポルトドレネッタイ水族館がある。ボイスデヴィンセンズ、ありがとうございます。